では、アーフェさんの、第3章をやっていきましょう。セントブリッジを訪れたアーフェンは、一人の男と一人の薬師、薬師を目撃する。彼らとの出会いが吉と出るか、それとも。まあ、前回ね、薬師が結局悪い人だったので、今回はいい薬師に会いたいところですね。前回までのあらすじ、ゴールドシャアでの流行り病、それは同じく旅の薬師としてやってきたバネッサによる薬を高値で売りつけるための計画的なものだった。アーフェンは彼女の悪行を暴き、町の人々に無償で薬を提供した。少しはあんたに近づけたかな。なあ恩人さんよ、一つの町を病から救うことに成功したことで、彼に薬師としての自信が生まれつつあった。そして、セントブリッジへたどり着いたが、傭兵ミゲル。なんか、怪我してるのかな？うん、この人は誰だろうか。だな、なんか食うものをくれねえかい。あー、怪我じゃなくて空腹なのか。見ての通り怪我しちまってもう体が持たねえ。怪我はしていると。見せてみろ。この人が薬師かな。傷口が腐ってきている。薬を塗らないと死ぬぞ。なんだって。旦那、もしかして薬師ってやつかい。そうだが。助かった。金なら出す。この傷治してくれませんかい。その前に一つ聞きたい。何でも聞いてくれよ。悪いが、この仕事断らせてもらう。ん？何を聞いて断ったんだろうか。救う価値のない男だ。待ってくれ。なあ頼む。俺このままだと。おいおいおい、見てたぜ。あんた薬師なんだろう。患者を見捨てる薬師がいるかよ。なんだね君は。アーフェンテンだ。これでも薬師やって旅してる。ほう、同業者か。私は患者を選ぶ立ちで。またアーフェンさんと違った考え方の薬師。あ？何言ってんだおっさん。救うに値しない命もあるということさ。やろう。エセ薬師め。あんたも薬師なのかい。おう、任せな。俺は誰も見捨てたりしねえからよ。すまねえ。あんたついてるぜ。ほらよ、とりあえずは大丈夫だ。だがまだ油断はできねえぞ。安静にしてねえとな。ああ助かった。なんてお人だ。アーフェンでいいぜ。
すまねえ。うん、まあミゲルさんはどういう事情の人なんだろうか。まあまあってことで、ミゲルしっかり寝てな。うん、じゃあまた来るぜ。食い物でも買ってきてやるか。確かこの辺りはブドウが名産だったな。じゃあブドウ酒がいいや。うん、まあ酒が飲めるほど元気になってきたということかな。ちゃく。まだ酒は体に触ると。よっしゃ。うん、傷が治ったらいっぱいやろうか。ああ、うん。アーペンさんと気が合う。お腹が減っている。ん？よし、高場にでも行くか。腹が減っていい薬を作れねえ。さん、ひどいよ。薬師の意味捨てるなんて。だよな、トレさん。怪我人を見捨てちまったら薬師じゃねえよな。トレ、アーフェンが頼りだわ。商人の世界でこんな言葉があるの。民は道連れ、人の情けはお題、人の情けにお題はいらず。人にかける情けには商人もお代を求めないってこと。え、そりゃいい。商人の人もいいこと言うぜ。私も手伝いよ、アーペン。うん、まだある。アーペン、仲間に行くのか。ああ、酒は民の相棒だぜ。俺もよく足を運ぶ。酒場には情報が集まるからな。目的が若干違いますね。どんな情報が集まるの？高額のために聞かせてくれよ。ドイツが金を持っているだの、そういうの用心の様子なのだな。そんな情報もあるのかよ。酒が入ると人の口は軽くなる。いろんな噂話をしたくなるものだ。その中からつまみ出せば、目当ての情報は大抵に手に入る。盗賊が出入りして情報交換をする酒場もある。不平気をつけないとな。酒を飲んで、口を滑らさない方がいいと。あんたと飲むのは控えた方がいいかもな。薬師の人がね、どういう事情の人なのかわからないけども、まあ、何かあって、人を選ぶようになったのか。まあその辺ね。おっと？あら？やけに騒々しい。子供か。ダフネグジー、坊や急に倒れてしまって。助けを呼んでもらったのですが、どうしたらいいの？ここに薬師がいますよ。見せてくれ。うん。反応なしか。どうやらただの食当たりでもない。わからねえ、何が原因なんだ。なあ、なあ、あんたこの子持病があったりしないか。いえ。持病はないと。となると本当原因不明ですね。くそ。アーフェンさんもお手上げと。で、ここでさっきの薬師の人が助けてくれたりする流れなんでしょうか。ああ。失礼する。
有病と聞いた。ん？ハンターはエセクツシオンさん、そういう言い方も良くないかもしれないですね。君か。エスかどうか腕を見てほしいものだ。免疫が過剰に働いている。発作は一種だろう。ああ、さやま目を覚めたのかならばこの薬飲みは改善する。ほう、感心するアーフェンさん。うティム君。おお、よかったね。薬師様、お礼の言葉も見つかりませんわ。礼には及ばん。どうということはない。では失礼する。私はオーゲン。私はオーゲン、旅の薬師をしているもの。人を容易に判断しないことだ。腕は確か。くそー。衛生じゃなかったの。そういうところがあんな腕のいい薬師は初めて見た。よっしゃ。負けてられねえ。よし、他に病人がいないか聞いて回ってみるか。情報を聞き出そう。緑の人を探せばいいと。こっちにはいないか。いた。この辺りの水質、水質を知る、さっきの人が。水質を調べている研究員。数年前に川の水が原因で、この人ね。蔓延した大疫病を再び起こさないために日々確認を行っていると。ありがとな。仲のいいおばちゃんたち。ばあさんたちを最近見なくなった。病気で家から出られないのかもな。この人は。よそ者の世話になんかならない。ここは違うもん。ここも違うっぽい。特に情報はなさそう。さっきの人は。まだ安静にしておかないといけない。緑の人がいないな。待った。どっか見落としたか。
といた。こうして一人でいるのは寂しいわ。夫に先の際一人一緒に暮らしている方が、この人ね、さっきの人ですよね。南東のロバの幼虫。ありがとな。ありがとう。よくなったよ。また友達の遊びに行けるよ。南東のロバっていうのがこの柔和な人で、さっきの頑固な人の家に遊びに行くことが、病気で遊びに行くことができなかったっていうことかな。だからあんまりはっきり直接的には表現されてなかったけど、多分そういうことですよね。これね、この人から情報聞ける。北西の老婆の病状。あ、こっちの人か。ありがとな。よし。ありがとう。へへ。腰はよく温めてな。ぶどう狩りができる。そうよ、ぶどうね。なあ、ぶどう酒売ってないか。へへ。さっき助けたミエルってやつ一杯やりたくてさ。どうしたんだ。なんてこった。ミエルって言ったね。その男泥棒だよ。でも凶悪な泥棒。今町で噂になっている。何でも金持ちの家に盗みに入って執事を殺した強盗じゃないですか。で、警官が数人かかって追い払ったけど、その子の行方はさっぱり。この町のものじゃないよ。どこから来たのかね、あんな疫病神。また君か。ボーゲンさん。おう、こっちだって忙しいんだ。まさかあの悪人を救う気ではあるまいな。悪人だと気づいてたのかよ、あいつのことを。あの男は農夫と名乗ったが、そうは見えなかった。なるほどね。嘘をついていると分かったので助けなかったと。本人の傷とは違う血が服についていたからな。殺人をしたんじゃないかというのを見抜いていたと。それに素性を聞いたとき目が泳いだ。傷が悪化するまで隠れていたのは追ってから逃げていたからだ。だからって、泥棒だからって見捨てたのかよ。言ったら救うべき命とそうでないものがある。なかなか難しい命題ですけれども、アーペンさんはどういう考えなんだろうか。そんなわけねえ。目の前にいるならどんなやつだって救ってやる。それが薬師ってもんだろ。違うかよ。君の薬を見せてくれないか。なんだよ急に。
君がどんな薬を作るのか興味が湧いた。いいぜ、ほらよ。迷いのない良い薬だ。いやー、オーゲンさんの作るオーゲンさんの人柄というか、そういうものを薬を通して見抜いたんだろうか。だが、アーフェン君、あの男を救う気ならはっきり言っておく。やめておけ。だと？自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味。オーゲンさんは悪い人を助けた結果、その助けた悪人が大変な罪を犯してしまったとか、そういう経験があるんですかね。悪人の命ならなおさら。ミゲルはどうしてるかな。しまった。なかなか難しい問題ですが、ちょっともうしばらくアンフェンさんの、行く末を見守りましょう。よう。なあ、傷がすげえ痛む。どれ。まさか。脳天発火が早い。このままだと命が危ねえ。なあ、どうなんだい俺の体。問題ね、痛いのは薬が効いている証拠。そうかい。では幸い他の薬もある。調合すりゃ治してやれる。よし。自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味を。悪人の命なら、なおさらな。なあ、ミゲル。ねえ、聞いたぜ、お前、泥棒なんだってな。知らねえ、誰がそんな嘘をついたのは。おい、正直なさもねえと後悔するぜ。くそ。そうだよ、俺は泥棒だ。だが下方ねえんだよ、金がどうしてもいるんだ。ミゲルさんはミゲルさんになんか事情がありそうな感じはするよね。ああ？人を殺しでもか。ああ、やっぱり人殺しちゃったのか。OK で3人のガキが腹をすかして俺の代わり待ってんだ。俺も少しは名を通った傭兵だったが、訳あって仕事もなくなった。もう泥棒する気なかったんだ。
な。いい子だけど本当はエレンだろう。自分の体だ。分かっている。なあ、頼むよ、アーフェン。助けておくれよ。おう。本人材、泥棒はしねえか。あ、いいか。罪を償って、まっとうに働きますって誓えるのか、ミゲル。まあ、もう、誓うしかないよね。後悔せんだ、ほら。取り返しのつかないことを。わかった。見せるなんてできるわけねえ。よっしゃ。待ってろ、今直してやるからよ。悪いな。アーフェンの懸命な治療は一夜続いた。そしてアーフェンが寝てしまっているうちにミゲルさんはどっかに行ってしまったのかな。へへ。ようやく峠を越えて安心しまった。ミゲルがどっか行った。ミゲルを探しましょう。ミゲルはどこに行ったんだ。アーフェン、私もわからないが、ただもう起き上げるほど傷が回復したのは間違いない。そうだ、そいつはよかった。あなたは大した腕だ。突然なんだよ、あの男の怪我をこんな短期間で立ち上がれるまでに治したんだ。立派な薬師だよ、あなたは。うん、自分の話題になると途端にテレアになるな。人の褒め言葉ぐらい素直に受け取れ。うん、だがまだ終わってねえ。前回まで見続けるのが薬師の役目だ。ミゲルを見つけないと。うん、あれ、これ宝箱。ミゲルさんどこ行ってしまったのか。やめて！さっきの坊や。なぜも出しな。そんな。うん。いくらでも差し上げます。主人が戻ってきたら。ち。この間抜けが。夜まで混ぜてか、頭は出るか。めんどくさくなりそうだ。あれ、リビエラの森に金を持ってこない。余計なことではガキは死ぬぞ。なんてこった。そんな。子供を誘拐してしまったと。なんてこった。くそ。よし。森へ来いと言っていた。
から西に出た先のリビレの森。おう。うん。畜生。それ見たことかって感じなのか、またまた別のことを考えているのか。行きますか。